おはようございます。おはようございます。本日はアップバンクで嘘つきばっかりを集めました、正直者で嘘のつけない、マックス村井でございます。よろしくお願いします。今回はですね、あのワンナイト人狼、人狼っていうゲームあると思うんですけれども、はい、あれのワンナイト人狼というものあるじゃないですか。ありますね。あれのですね、オフィシャルアプリが出まして、こちらの画面なんですけれども、ね、で実際そのワンナイト人狼、ほら物としても、うんうんうん、いろいろあるんですけれども、あのせっかくアプリが、ね、出たということで、はい、今日はやってみようと。アプリで、はい、アプリです。あの嘘つきの皆さん、じゃあ一人ずつあの自己紹介的なものをお願いしてよろしいですか。はい、はい、ですね、今まで人生で嘘をついたことがありません。とつづむです。ありがとうございます。ここから嘘ですから。はい、マジですか。私の辞書に嘘という文字はない。ブリ大根です。あーもう超嘘だ。本当最低な嘘つきしかいねえ。最低だね。はい、嘘ついたことがない翔座です。でもなんかぽかったぽかったぽかった一番ぽかったないかもしれないって思っちゃった一番正直っぽい感じが出てた。ちなみに画面には映っていないのですが、本来アプリなんてゲームマスター必要ないんですけれども、一応進行をゲームマスター的にやってもらいます。あのマルミトンさんです。こんにちは。はい、お願いします、はい。今の人は嘘つきかもしれないですね。人狼かもしれないです、ね、唯一嘘つきかもしれないですこの部屋で。森友さんとかな、ほんと素で嘘つくからな。なんでそんなこと言うの。何から始まるんですか。ひどい。人狼にしますよ村井さん。市民ですよ、市民ですよ。村井さん人狼にしますよ。できないでしょそんな。意図的に指定できる。できないです。じゃあ行きますか。行きましょう、行きましょう。じゃあゲームスタートしたいと思います、はい、スタート。まず人数は4人なので4人に設定します。4人に設定すると人狼は2人、占い師1人、怪盗1人、村人2人の設定になっております。でゲームスタート。恐ろしい夜がやってきました。役職を確認して夜のアクションを行ってください。まずはプレイヤー1。プレイヤー1、プレイヤー1です。他のプレイヤーの方は画面を見ないでください。そういうことね。なるほどね。そこから始まるのね。ちなみに今度はあの物を使ったやつもやりますからね。私の自慢終わりました。私プレイヤー2。はい。プレイヤー2さんですか。イエス。軽めの感じ。あれ、これ軽めの人狼かもしれない。オッケー。人狼かローラーのどっちか。ローラー。ケーブルだけね、気をつけてね。はい、いいっすか。見ないように、見ないように。はい、あ、もうそうプレイヤーさん、これ反応見るのはちょっとずるい。ずるい。いや、反応見ていいんだよ。いいんですよ。あ、開始の画面だけ見ていい。プレイヤーさんですか。イエス。ブリちゃんは表情に出るんですか。これね、人狼だったら笑っちゃうみたいな、そういうパターン。今ちょっと口の両端が上がったんじゃないですか、ちょっと。夜のアクションを行ってください。うん、それ、あの、ブリちゃんのターンです。え、押して大丈夫です。はい。あ、何もしてなかった。まだ何もしてなかった。はい。やっと髪が金色になった。あ、ほんとだ。あれやべ、お前人狼だろ。関係ないです。はい。あれ、あ、なんかどことなしかちょっと表情がにやけている気がする。これは嘘ついてる顔じゃないか。いきますね。翔座は人狼かな。あ、ほうほうほう。意外とわかんない。ほうほうほう。わかる、はいはい。じゃあ最初に言われた6人中2枚は、はい、あの場に置かれてる状態で、場に置かれてる状態だから、そう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 。はい、朝になりました。おはようございます。おはようございます。恐ろしい夜が終わりました。これから誰を処刑するのか決めてください。話し合い開始。3分になっております。早っ。早っ。まあ、ワンナイト人狼の1夜ですからね。ここはやっぱり無難に占い師の方はどなたかっていう話じゃない。はい。占い師の人いますか。はい。ますか。え、私占い師。あれ、大根さん。誰占った。え、占い師大根さん。え、誰占ったんですか。私は村井さんを占いました。おー、うん、私は何でしたか。
農民市民市民村人、ね、すいません村人でした。村さんはなるほど。で私はあの人狼とかちょっとルールがあんまり理解できてなくてなんかちょっと素直に言うことしかできないこの感じブリちゃんこの感じ、うん、ブリちゃんいきなり嘘をついてきたな。あれえどういうことどういうこと村井さん私は占い師で庄座を占って庄座は市民でした。おやブリちゃんは人狼だと思う。ちょっと待って村井さん、いやいやマジでブリちゃんは人狼だと思う。嘘でしょ今すげえ。ちなみに僕は村人です。あ、はいはいはい、僕は村人普通にね村人普通にね。嘘でしょこんなに嘘の付き合い方嘘ついてないです。いや言っていいですか、はい、はい、どうぞ確かに、はいはい、僕回答だったんですよ。僕回答だったんですよ。いや回答が名乗りを上げるっていう時点で私が占い師だったか庄座が市民だったっていうパターン以外だったら名乗り上げるから、そういうことですか。あそういうことか。村井さんと交換してです。そういうことだ。村井さんと交換してです。あそういうことだ。村井さんと交換して村井さんは占い師だったんですよね。出方を見て最初に占い師は誰だ名乗れと言ったわけでございますか。だから占い村井さんが占い施設に僕はすごく賛成というか、もう占い師僕今占い師なんですけど、まずだもう100%ちょっと待ってちょっと待ってよ。100%ブリダイコンさん、ちょっと待ってよ。100%ちなみに違うんですよ。このだって私やったことわかんないんですね。だから正直に言うことしかできないじゃないですか。この二人が人狼で結託していなければそうです、ね、私と庄座は、うんそうですね、あ結託してたとしたら私と庄座はこのまま負ける流れです。そうですね。でも逆になんですよ。逆になんですよ。プレイヤー2プレイヤー2そうですね、はい、逆にそのあ大根さんは占い師だったとしてですね、はいはいはい、で村井さんが市民だったとして村人あ村人だったとして村井さんは占い師だって後から言いがかる理由ってあんまないですね。あんまりないね。だって村人だって流れになってるか ら、 だから村井さん怪しくないって話です。ラスト15秒です。あ怪しくないって怪しくやるじゃないですか。で怪しくないってことはここが合ってるだろうって話で、それに対して僕は助けに行ってないじゃん。4、3、2、だからもう大根さんです。もうこの流れはもう大根さんです。これ簡単じゃない。ただの大根さんではない。これ大根さんではないって言ってる。ほらほらだから緊張します。もう信じてください。いやもういいよ一発目なんで大丈夫です、はい、1夜目なんでワンナイト人狼です。ちょうどしか分かってくれない。人狼だと思う方に投票してください。はい、嘘でしょ。なるほど。あそこ指でハイじゃないんだね。あそうなんだ。アプリだから。はい。でもこれははいプレイヤー2です。投票します。メニューしてからいきます。プレイヤー3、ブリちゃんに投票します。これ言っちゃいけないです。え今言っちゃダメなやつ。本当はせーのだ。そうのルールなんで。ああそっかそっかそっか。なるほど。アプリだからこのタイミングダメなんだ、ね。ダメなんです。あ、そうなんだ。紙の時は、そうかそうか。もう議論の間の時に投票するって言っておかないといけないっていう感じですね。言うのであれば。はい。1、2、3から確認されて、私が3だったこと確認してる。なんか画面が今2つ。これは勝てたんじゃない？これは勝てたよ。私とブリちゃんが今決戦投票だったってこと？え、プレイヤー2？決戦投票になったってこと？ほら。ほら。これは勝った。でも市民勝ったでしょ。え誰？ブリ大根さんが人狼。え違う待って。あれ違う違う待って待って。人狼チームウィンやん。イエーイ。えなんで？いや違うですよ。B でしょチーム。あ。ザあ人狼がじゃ。えブリちゃん同じ人狼だった。マジ？ブリシマジか。何がお前やったことないから。やるじゃん。やるじゃん。何がお前やったことないって。やったことないとか言いやがって。やったことないから。やったことなくて、あの人狼が難しいから、最初に先手を打たないともう黙ってるから、お前人狼って言われると思って、一番最初に頑張った。頑張った。頑張った。これだ。頑張った。すごい頑張ったな、ブリちゃんって思ってた。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにトスさんは本当に回答だ。本当に回答だ。で、村井さんは本当に。本当に言わないし。なるほど。え、庄座氏は誰だった？お前なんで一瞬。私を疑ってんの。いやえだって2人だって村井さんブリ氏と庄座が村井さんに言ったでしょ、うん、
そうです。いや、僕はもしかしたら村井さんとトシさんが両方人狼で、うん、ここが結託した可能性がありそうって思っちゃう。なるほど、ね、だったら村人だとか言わなくない？ちなみに万が一私が人狼だったとして、うん、今のこのタイミングだったら私とブリちゃんが釣られたわけじゃないですか、うんうんうん、普通に人狼は同じく負けです、ね、負けですね、そうです。なんで僕はそれを狙いに行ったっていう感じなんですね、うん、あ、まあ差し一応なるほど、2人はブリシーだろうな、うん、人狼だったら、まあまあね、そうだね、どっちにしろ市民勝つだろうと。でブリシーは、まあ、トシさんというよりかは村井さんだろうなって思ったんで村井さん。ああ、なるほどね、なるほど、やるじゃん、やりますね。じゃあ2回目いきますか。ちょっと1話目簡単すぎましたね。いやなぁ、私マジで嘘つけないからね。ブリちゃんの気持ちすげえわかる。ブリちゃんすげえ頑張ってる。だってね、今私人狼だったら無理だもん、こんなこと。確かに。僕ね、じゃあ行きますよ。恐ろしい夜がやってきました。役職を確認して夜のアクションを行ってください。はい、で1、どんどんこうワンナイトはすぐできるのがいいですね。確かに。しかもワンナイトはね、自分の役職関係なくね、ずっと嘘ついちゃってもいいよ。一回で終わるからどうせ。そうですね。はい、信頼され続けて夜を越え続けるみたいな必要もないしね。はい、じゃあプレイヤーに行きまーす。はい、どうぞ。大丈夫？大丈夫。ゲームマスターのね、マミルトンさんだけがこう。そうか、知ってるんですよ。そうか、結構面白い、面白いね。結構羨ましい、はい、さっきのやつはじゃあおっとか、うん、たまにはなんか平和な村であってほしいよね。もうなんかマンミル先生の顔見た方がわかるんじゃないか。あ、一応出ないようにしてマミルトン先生の意外と顔出ないんですよ。コロッと私やられたこと何回もありますゲームですから。すごい、信じきってたのに。ゲームなんですか。嘘だろ。はい、朝になりました。はい、おはようございます。ありがとうございます。これから誰を処刑するのか決めてください。話し合いスタートです。3分。例によって例のことも占い師だからみたいな話とか。むしろ人狼が誰かからいきますか。占い師の人。あれ、いない。マジ。じゃあこの中に人狼の人。あ、いないのか。じゃあ回答は。どういうこと？回答がいないですか？どういうこと？村井さん、しょうがない。回答っぽい。なんて言いますか？村井さん回答っぽいですけど。私が。なんでわかった？口元が。出やすい。出やすい。痛そうな感じ。痛そうな感じ。今回も完全に市民が勝つ可能性が高い。はいはい、私は回答です。うん、はいはい、誰？人狼以外の人と交換しました。どういうこと？え？ぜひとも。どういうこと？占い師の方、うん、まあでも分かんない、誘導の仕方が分かんないわ。トシ君が占い師で、私は今占い師です。ああ、なるほど。そういうことが僕と交換しちゃった系ですね。なるほど。僕はですね、占い師なんです。はい。おお、え、マジですか。そうです。で、間違いないです。大根さんを占いまして、村人だった、うん。え、マジですか。僕、村人ですよ。村人。これ平和な村パターンですよ。本当だったら。え、これもう9、今と9、ちょっと愛知くまい。え、待ってくれ、トシ君がブリちゃんを、はい、占います。私は村人だったんです。100% なんで。100%。ここ村人。僕本当に村人ですよ。処刑したら負けますよ。いや、よくも偶然ね、万が一正座の言葉を信じるんであれば、うん、人狼2枚があちらに側にある、うん、そうですね。いやでもそっちの可能性も低いですからね。うん。うん、本当に2回しか使えないし、ちょっとなんか後から入ってくる感じでちょっとなと思ったけど、まあどうですかね。この中で村人の人。はい。ちょっと早かった。ちゃんと手挙げましたね。村人ですよ。だみんなをみんなで指名し合えば、わかりますよ、平和な村です。平和ですね。確かに、確かに。我々はちょっと手の内を早く、さらけ出しすぎた可能性もあるな。ちょっと僕、ちょっとね、そうですね。いや、私が悪かった、私が本当に悪かった。
もうちょっと我慢してたら占い師が本当にいないのかみたいになったら翔座が僕占い師ですって言い出したかもしれない。そうなんそうなんですよね。そしたらもうあ村人お前人狼だと思ってた。村人です。村人が占い師ですって言ってもしょうがない。この人は信用できる人だ。人間性的な話になってきた。そんな話え10秒か10秒。いやもうこれ平和な平和な村人。決め手がない。決め手がない。全然わかんない。もうダメだ。もうダメだ。時間終了です。平和な村っぽい。一応大丈夫ですか。どう差し合いますか。実際それだけ1分延長してもらっていいですか。あじゃあ1分延長して、うん、なんかあんの。いやその一応議論するんだったら延長しないとダメだっていう、うん、まあそうだね。なるほど。え、じゃあ平和な村平和の村って感じやってるのどうですか。僕は 2でした。私は3、4の人に2、3の人に4、しかも我々が投票するとき表情は一応見れるんだよこの人で。最後の最後で北斎見ながら、いやだほん自分が投票するときにバカめーって投票するかもしれないよ。確かにその可能性あるよ。怖いよ怖いよ。そのボタンは私すごい見たくないよ。ちょっと決めていいです決めていいです村さん決めていいです決めていいです。お願いします。平和な村だと思う人。はい、じゃあそうしましょう。はい、まとまりました。まとまりましたね。じゃあトシさんから投票お願いします。でもそれをそれでなんかもうこの我々のヘッポコ人狼第2戦目ですけれども、うん、いきなりそこで成立したら、ね、いいんですかね。こんなんで上級者上級。トシ君は私。はい、はい、じゃあ次私ですね。私は翔だしね。僕は私が3ね。はい、もうこれみんな確認してね。はい、はい、Yes 私は4。はい、これで調査人狼だった。これもうちょっとでは処刑を行います。皆さんの勝利です。おーほら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 完全にほらほらいや違う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 何してんの。え、ウェアウォルフは人狼っす。何してんの。あ、ごめんなさい。ちょっとお前みんな信じたのにひどい子だった。部下信じてないだろ。ひどい。お前ら同じチームじゃねえかよ。やばい、信頼関係が疑われるよ。これもうダメだよこれ。え、すいません、間違えました。ウェアウォルフで、あ、人狼勝ちなのか。ええええ、トシ君負けたよ、いない人狼に。トシ君は翔座を信頼していないだけではなく、やばい、4人同時でまず約束をしたことに対してうわーもう信じられない。この人信用できない。あ、翔座こんな人についていっていいのか。かわいそう。こんな人、あ、もうトシ君泣いちゃった。あー絶対人狼だと思ったんだよな。あれまあ。ここ一回マミルトンさん誰か入ります。そうですね。あ、そうですね。マミルトンさん、うん、全然どっちでもせっかく変わりましょうか。ブリちゃん変わる、はい、お、じゃあブリちゃん変わるか、うん、はい、じゃあブリちゃんが一回出て、はい、さあ来ましたよこれ。いや、いやどうでした。マミルトンさんゲームマスターの立場で見ていてこの人のさっきのアクションは。え、いや完全にもうこうやると思ったからあの画面を見てなかった。平和村です。あえ、みたいな、あれみたいな、あれちょっと間違った審判をしてしまいました。まあ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 、どんな気持ちで翔座に投票したの。すげえ責められる、すげえ責められる。納得したじゃないですか。次は市民でありますように。はい、次じゃあ行きますか。はい、人狼はやだ、人狼はやだ、人狼はやだ。ハードついてると思ったんですけど、恐ろしい夜がやってきました。役職を確認して夜の職を行ってください。あー、どうやべだな。でもまだ一回も私自身は死んでない。いやでもそうか、人狼がさっき勝ったから死んだのか。意外とね、その画面見ながら顔見てたらみんな結構表情出てんなと思いました。うん、ブリちゃんどんなことやってる。え、でも表情出るって言ったら強いては村人以外は出るんじゃないの。そうでもないんだ。村さんこの表情人狼じゃないな。なんとなく言っちゃうな。まだ短い。それ何。
いやなんか 横だからちょっとほら別にあんたからそれ必要する必要ない。私は横だからこうやって一応。ああなるほど。あそっかそっかそっか、画面が見えるかもしれない。そうそうそう、見てないよって。はい、はい、恐ろしい夜が終わりました。朝になりました。恐ろしい夜が終わりました。これから誰を処刑するか決めてください。話し合い開始。占い師の方いらっしゃいますか。また地のの方、ま、様子見てますか。地のの方いらっしゃいますか。村人の方、はい、遅い遅いおやめちゃくちゃ遅くなかったです。めちゃくちゃ人狼さんですか。いや僕村人ですよ。完全に村人です。村井さんは何の役職なんですか。役職なんか、ね、役職を持ってそうな感じだった。今だってパッてちょっと分かった。おあとなんか選んでる感じがって言いながらイオンの CM の音を出してさっき回答の時って言いながら誰かと交換してたから、あ誰か役職は持ってんなと思って。え、見ると結構でかいじゃないですか。この中で役職持ちの人は誰なんですか。役職持ちの人は手挙げますか。せーの。じゃあせーの。なんでやねん。やっぱりいや本当に占い師いないの。何も占い師いないの。エミ、エミ、あの回答いないの。占い師いないの。回答いないの。村人です。マミルトンさん、じゃあちょっと今からちょっと私マミルトンさんと協力したいんですけど、はい、あ、だからどうしようかな。え、村さんは趣味どっちだった。村さんは趣味で、趣味っていうか村人でいいですか。もう私は回答で回答マミルトンさんと交換しました。村人でしょ。はい。え、ヒューマの村のパターン。いや、ただ市民って3枚ないと思うんですよ。あ、そっか。占い師と占い師と人狼2枚だ。で、そうだから今村人村人村人って言った時点で誰かは絶対嘘ついて、占い師が出ていない時点で、うん、占い師は死んでますね。トシ君人狼だ。トシ君人狼だ。だって遅かった。完全にトシ君なんか人狼感すごい高い。上げて遅く高いですよね。僕もね、それは持ってる。どういうことですか。どういうことですか。あれ、待ってください、待ってください。高いなとは僕言っていいですか。お二人が人狼だったとして、私とマミルトンさんが結託して投票した瞬間にもうワンナイト人狼負けですけど。そうです。でも僕自分で市民だったり、市民、村人だって分かってるんで、普通にこのままだったとしたんです。あ、そしたらもうこの瞬間3票投票でいいですか。負けっすよ。負けっすよ。こいつっすよ。平和な村じゃない。平和な村じゃないっすよ。こいつっすよ。誰も言ってないっすよ。あのね、村人誰も言ってないっすよ。村人をね、市民とかね、いろいろ言い過ぎです。僕の中では村人の人。はい。めっちゃ早かったのに。そう、さっきめっちゃ早かった。投票しよう、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 終わりですか。無理っす、無理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 、耐えられない。耐えられない。私の時間終了しました。人狼はそこの人に投票してください。はい。はい。平和の村かな。はい、プレイヤー2です。平和な村じゃないです。おや、わかんない。なんかトシ君なんか俺は人狼うまいみたいな話とかしょっちゅうしてる感じなのに。はい、マミタさんお願いします。4人って少ないですね。確かに。じゃあブリちゃん入って次5人で。おー、やってみますか。ワンナイト人狼一応あれですからね、6人ぐらいが適正と言われてますからね、うん、はい、じゃあブリちゃんちょっとお願いします。じゃあ、行きますよ。じゃあ、処刑します。お願いします。結果が出ました。はい。村人の勝利でーす。まあ、正沢市民だったの。本当に3連続村人。おー、平和平 和。はい、じゃあ特に結果についてはじゃあ、ブリちゃん混ぜます。そうですね。5人行きます。はい。はい、じゃあちょっと今設定を変えまして、人狼、人狼、占い師、怪盗、村人、村人、村人、うん、5人用の編成になりました、はい、じゃあプレイヤー1、プレイヤー2、プレイヤー3、プレイヤー4、プレイヤー5、ゲームスタートです。恐ろしい夜がやってました。これそこに行くと面白いっすね。面白いっす、面白いっす、超面白いっす、超面白いっす。なんかこっから
からが本番感ありますね。役職役職系です。村人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 前に出ると分かんないと思う。人狼になりたくない。さん、村さん、おーい、はい、ちょっとそっち、そっち向いてると思うんですか。返しだけだったら見ていいですよ。結構怪しい、すでに怪しい。怪しそうです。っていうかどうか。オッケーオッケー。あ、オッケーオッケーです。その選んでる時のキャラは何なんですか。不思議なキャラ出てます。Next, next. じゃあ、見ててくださいよ。森さん危険ですから。ブリちゃんはな、さっき芸能の時なんか一気に顔おもろい感じになったな。おもろい感じってどういうことですか。でも最初のブリシーうまかったね、はい、僕と比べると100倍うまかったよね。えでも撮った時すごい顔出てた。顔凍ってた、うん、凍ってた。あのね、あのさっきはね、仲間がいないって出る瞬間にあいねえのか辛いっていう気持ちになるよね、かなり。さて、はい、僕よ、まあ、あじゃあ やっちゃってください。朝になりました。おはようございます。誰を処刑するか話し合いで決めてください。3分ですか。はいはい、はい、トシ君。僕占い師なんです今回。おお、僕占い師です。で、長座を占ってみたんですよ。お待ちください。長座はね、見る限り怪しそうな顔してるもんな。長座村人ですね。長座村人です。村人です。おなんか僕が長座を見る限り村人でした。ほうほうほう、村人であってますか。村人であってます。本当に村人であってます。確認。どういうこと。どういうこと。回答ってこと。僕回答だったんですよ。回答か。ほうほう。なるほど。あれあれあれ、え、あのですね、いはいはいはい、どうぞ。僕占い師なんですけど、うん、マミルトン本当は占ったんですよ、はい、本当はね。で、小坂村人だったら情報量増えるかなと思って一旦行ってみたんだけど、まあ、言っちゃうとマミルトンが人狼です。私より人民です。ありえる、ありえる、ありえないです。もうマミルトンさんというだけで人狼はありえる。その言い方ひどいひどい。ちなみに私は農民ですよ。農民村人。村人、普通の村人。農民じゃないですか。え、翔太は誰と交換したの。僕はブリシーと変えていて、うん、ブリシーは、まあ、言った通りだったんで、うん、農民は、うん、大丈夫っていうことです。で、まあ、トシさんがハッタリでかけてきたんで、そこがあれって思ったんですけど。確かに、はいはいはい、あ確かに、なんか最初村人って言われた瞬間のリアクションが薄かった。だから聞いてたんだね。まさか、だからまさかって思った。なるほど。今必死でなんかどうしようって考えてる。マミルトンさんはあれ表情か人狼の立場から確かに表情か、それつけるとどうですか。いや、人狼じゃないし間違えちゃった。え、この瞬間村井さんは普通に、え、私なんかただのガチ村人。ガチ村人。あの役職もない、何の面白みもない。人狼2人いる可能性がある中で、そうそうそう、そうですね。それはね、確かに否めない。でもでも今のところ誰も助けに行かないってことは、人狼と村人が先に2人いなくなっている可能性結構ありますよね。1人だけしかいない。普通ここでもし人狼2人いたらもうかき混ぜに来るはずなんで。なるほど。多分僕が怪しいってもっと言われる。確かに確かにそうですね。ああ確かに、僕も最初怪しいって聞いたんで、うんうん、乗っかるはず、乗っかるはず、乗っかるはず。なるほどね。じゃああと13秒ほどでなんかあれ、マミルさん、この一夜は終わりそうです。大丈夫ですか。大丈夫そうです。終わっちゃうのこのまま。大丈夫です。おお、なんかすごいぐっすり眠れそう。ぐっすり眠れそう。ようやく、じゃあ、終わりました。終了。無理だよ。怖早い。無理よ。人狼なくて自分から言っちゃう。投票の前に自分から言っちゃう。2回連続で続いてる。そうそうそう。難しいって感じ。ここはね、なんか人狼側の、あ、そうだね、はい、はい、ここでも人狼側の、じゃ
そのまま。はい、じゃあもう翔作君そのまま。はい。はい。はい、処刑はまみる先生です。はい。いきます。処刑します。ドキドキ。イエーイ！イエーイ！僕の勝ち。ああ。何？回答で僕まみる先生と。誤解してて、えどういうこと？僕が人狼だった。マジで？うわやべえ。マジか。ちょっと待って。え？勝った。え人狼だったの？人狼だったんですよ僕。僕が人狼だったんですよ。すごい。えちょっと待って待って。マジか。待って待って。え？マジ？え？いや結構展開がラッキーだっただけなんですけど、あのトシさんがまみる先生を人狼だって占ってた。あまあね、僕は人狼だって知ってたんで、うん、あ、まみる先生になるわって思ったんですけど、一応トシさんが僕村人だって言ったんで、いや違いますよって鎌かけて放置しといたらブリシーが村人だって言い出した。言う出すよね。あ、僕 ブリシーと変えましたっつって僕村人あーなるほどじゃあまみる先生だね。やばやーべえ何これ食わされた。えすごくない？すげえ、なんか今日嘘ばっかり。まあ嘘つくゲームですよね。まあね、3回選びた初めて。すごいすごい、マジすごいすごい展開すごい、えすごい。もう私はボロ負けだわあ、やった勝ったって思ってマジか、すごいすごいっすね。絶望せずもっと追求すればよかった。でも分かんない分かんない、だってドンピシャ当てられるとは思ってなかったからしかも仲間おらんし、一人か一人無理だわこれ、諦めちゃった。マジ、すごい。回答が人狼とチェンジしたの。私話題の人狼そんなたくさんやったことないんですけど、初めてだ。初めてですね。僕の話です。分かった、すげえ、すげえこれこっち側に人狼がもう一人ぐらいいたら全然話違ったんだ、うん、そうっすね。へえ、あと適当に言ったのがね、ブリシとかだったらまた全然話違ったよね。私なんか最初これ始める時じゃねえ、そろそろなんか終わりどこいつにしようかとか思ってて、人狼が勝ったら終わろっかぐらいのつもりでいたら勝ちよっと。すごいすごい、これすごい。一旦ここは切りましょうか。はい、はい、ワンナイト人狼でございました、はいはい、アプリございます。あとあのワンナイト人狼のサイトであのオフィシャルショップで、あリアルのこういうカードも販売されてるんで、8枚入っててね、こちらもいろんなところ見てみてください。じゃあ本日は以上でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。